いつもご視聴いただきありがとうございます。赤堀です。おつぐり。さあさて、今回のオープニングはこちら、エキゾチック武器の切り替え、ご覧になりましたか？メイブはストームスカウトスナイパー、グリンブルズはナイトホーク、デッドファイアはホップロックデュアリー、これまで持っていたレクサ、コール、マンケーキはこれらのエキゾチック武器を持っていないので、皆さん購入の際には気をつけてください。さあそして新しいポータルがスラーピーの下あたりの沼地に展開されました。こちらどうやらプレデター、あ、違う、こちらエイリアンの場面が描かれているようですね。もしこれでエイリアンがボスとして現れるのであれば、あの有名なエイリアン VS プレデターが実現するかもしれません。エイリアンはボスとして現れるのか、あるいはスキンで来るのか、はたまたプレデターのように両方来るのか、注目です、注目です。それではそろそろ参りましょう。検証スタートです。
今回の検証はいかがでしたでしょうか。まさか NPC の鶴橋がガス管への当たり判定がないとは思いませんでした。とはいえドキドキどうなるどうなるの楽しい検証でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。皆さんの高評価、その1票がとてもやりがいになります。どうぞ高評価をポチッと押してくれたら嬉しいです。以上赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。